最近 ここ熊が出るからな早く帰った方がいいぞ熊ちょっと待ってユナさん何してんすかこんなとこでユナさんしに来たって危ないでしょ一人でこんなとこ来たら公平もうボディーガードじゃない関係ありませんあのガンあ高鍋さん来ませんでしたか高鍋さんなぜですか何やってんだあいつとにかく帰りますよしに来たとか言ってこの足でどうやって帰るつもりだったんですか本当に綺麗ですね見えるところは全部空全部星綺麗ですせっかくだからもう少し見ていきませんかいやでもほら公平も横になってこうやって見るとすごくいいですよじゃあちょっとだけあの空で光ってる星たちの中には光の速さで進んでも何十万年何百万年かけないとたどり着けない星もありますその広い宇宙の中で星から見たらほんの一瞬に過ぎない人生を俺たちはああでもないこうでもない言いながら生きてるんですよねしい星を見つけてそれに名前をつけるなんて大層なことのようで本当は小さな夢なんですよねでもそれでもちっぽけな存在の自分がちゃんと生きた証になるようなそんな気がするんですあなたの夢、小さくなんかありません。小さくなんかないと思います。さて、そろそろ行きましょうか。はい。ほら。歩けないんでしょ。ああ、お弁当ごちそうさまでした。ああ、どういたしまして。あれ、わざわざサボテンとかお酢とか作って本当に自分で食べるためだったんですか？え？もちろんです。けど、ぐちゃぐちゃになりました。え？全然平気でしたよ。本当に？はい。美味しかった？正直味はイマイチでした。イマイチ？美味しかったっていう意味です。ああ、イマイチ。よかったです。先輩！クマ？クマ？こっちこっち。どうしたんですか。急に来てほしいって。この人ってもしかして。はじめましてハンニュナです。ですよね。え？まさか先輩がハンニュナさんのボディーガードやってたなんて。本当びっくりですよ。何にもないですけど、今夜うちに泊まってください。ご迷惑おかけします。あなたが悪いです。こんなところ教えるから。あのね、勝手に寄り道したユナさんがいけないでしょ。俺さっさと帰れって言いましたよね。さっさと帰ろうとしたら電車ありませんでした。
ちょっとぐらい待てばいいじゃないですか。だからこらしょないんだから。あなた誰に？サボテンのくせに。じゃあ行きましょうか。最悪。あれ、夏目くん？なんで？おいしい。おいしい。ありがとうございます。たくさん食べてね。本当この料理いまいちです。今一番おいしいって言ってます。あよかったね、お母さん。お母さん、本当においしいですよ。わあ、高鍋さんに褒めてもらえるなんて。え、夢じゃない、夢じゃないよね。いやー、こりゃ奇跡だわ。お母さん、人との出会いは奇跡の連続ですよ。僕たちの奇跡の出会いに乾杯。乾杯。本当に高鍋さんにまでお会いできるなんてびっくりです。いやいや、僕もね、この子たちが光平おじさんに会いたいって言うから連れてきたまでですか。まさかゆなさんとこうやってお目にかかれるなんてがびっくりですよ。あ、もしかしてこれが運命のいたずらってやつですかね。ね。どうした、純吉？何でもありません。高鍋おじちゃん、気が利かないな。ん、そうか。そうだよ、休みの日は誰だってしたいことがあるんだよ。例えば出会いだなか。図星。あ、そうか、デートか。お前ひそかにラブラブファイヤーだったもんな。あ、若いのに彼女がいるのね、羨ましいわ。うちの梢なんてね、もうすぐ30になろうとしてるの。興味があるのは星ばっかりなんですよ。何？何か？あ、いや、なんか似てるなと思いまして。何？並木さん、独り者？まあ、一応。え、どう？うちの小杖、どう？ちょっと、ちょっとお母さん。お母さん、こうでもしないと。いいから、本当に。じゃあ、あの人どうなのよ、あの人。あの人？もう5、6年近く前かな、清里の天文台で働いてた先輩のことがね、好きだったみたいなんですよ。天文台って、ご飯さんが行ったところ？おう。もしかして、浩平くんのことじゃないの？だから、なげねえだろ。ない、ない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 、全然ない。たくさん食べてね。おいしい。おいしいです。おい、ちょっと流し貸してくれ。あ、はい、どうぞ。あ、ちょっと待った。ダメですよ、こんな立派な重箱。ああ、うん、まずはぬるま湯で。そうなのか。嘘だったんですね。あ、お弁当、これがあったから食事の誘い断ったんでしょ。ああ、うん、先輩にもお弁当作ってくれるような人いたんだ。あ、いや、これはな、あの今までの俺にってな。まさかユナさん？いや、まさか。あ、ですよね。まさか大女優がいなくなるボディーガードのためにお弁当なんて。そうなんだ。変だよな。いや、変なんだけど、あの人は時々そういう突拍子もないことする人なんだよ。俺が今までどれだけあの人に。あ、悪い悪い。あ、やつだ。お前、何してんの。お前、お前、この野郎。お前、ちょっと、この回、肝試し。あ、今から肝試しです。試してきます。おじさんがついてるから離れんじゃないぞ。さあ、